アキラ州は、李氏朝鮮の第25代国王。意味名は、署名は、元藩。送り名は、忠だたか林政局域特順政権命、光道厚本昇華文献、武聖婚、ひ秀秀ひ大王。大韓帝国時代の1908年、明宗明皇帝を追贈される。別名は、高家道令であった。清祖の異母帝と同時に、諸帝。 恩彦君諸子の一人である、前傾大院君と流城府大夫人蓮子の三男、すなわち、英祖の社を次男相婚生子の彦として生まれた。恩彦君には本来息子が三人いたが、二人の息子は権力争いの犠牲となり、前傾大院君だけが生き残った。前傾大院君にも三人の息子がいたが、長男、安平君は自身の衰退事件のため処刑され、 そのため元半らは連座して、高下党へ流されていた。父前継大院君も、御彦くんの目掛け前参軍夫人弟子で息子だったが、彼も前継大院君の目掛けで息子と諸子であった。純粟の王妃、母元王は、剣奏が、講子のないまま死去すると、安藤金氏が権力を維持するため、豊か上長失敗が多いを立てる前に、高下党にいた、剣奏の最重王子となる、 元藩を宮廷に呼び入れ、徳官君に作法した。1849年6月9日、徳官君は、聖徳宮において19歳で、朝鮮国王に即位した。大王代妃となった純元王公は、明田衆が政治に対する知識がなく年も若いという理由で、水蓮調整を始めた。明田衆は、その3年後に申請をしたが、一切の権力は、 勢い道政治勢力である安藤金氏に握られていた。安藤金氏一派の権力乱用により国内では鈍感折りがばっこし賛成は大いに乱れた。また洪水と日照り、火事などの災害も頻発したことから民衆の間では飢餓が蔓延した。このため民衆の反乱が全国的な規模で起きたが朝廷では反乱が起きる根本的な原因を知ろうともせず、 アキラ州にも安藤近氏の勢力を抑え対抗する力はなかった。苦痛であえぐ民衆の間では、再生具によるすべての人が天であると主張する東学思想が急速な勢いで広まった。また、キリストの前での平等を唱えるカトリックも一般民衆のみならず、両半層にまで浸透し、救助の中にカトリック信者がいたほどであった。アキラ州自身は、 民心に気を配り、カトリックに対しても寛大であった。しかし、アキラ州の権力を支持していた南人が、執権層のロ論壁破によるカトリック弾圧で粛清され、アキラ州自身も安藤禁氏による勢い同政治の中では、自分の政治権力を行使できないということを悟り、主職にふけるようになった。1863年12月、在位14年。 33歳で、後継者のないまま死去。高下等での生活をよく懐かしんでいたと言われている。両母は、栄領。秋田州の死後、17代、高層の系統から王が出ることはなく、高層の弟の発生孫である高層が王位を継ぎ、その系統が利王家となる。五子を儲けるが、いずれも溶接した。六女を儲けるが、皇女は養成した。 上記のように五男六女は子供を残すことなく、溶接、十代まで生き残ったのは、A 恵美王主一人のみだった。その A 恵美王主の死去により、アキラ州の直系子孫は断絶した。アキラ州の親類、近親、祖先の詳細、原型不気略相婚生子、伊秋きよ孫。二十二代、清祖二十三代、純祖、孔明生子二十四代剣奏。恩彦君。 前景大院くん25代明衆。恩信くん南縁くん、おきのり大院くん26代高想。恩前くん、李氏朝鮮後期経図。ありがとうございます。